ジム・ブラウン、ジェームズ・ナ・サニエル・ブラウン、ジェームズ・ジム・ナ・サニエル・ブラウン1936年2月17日隊は、ジョージア州、セント・サイモンズ出身の元アメリカンフットボール選手、俳優。アメリカンフットボール選手としては、1957年から1965年まで NFL のクリーブランド・ブラウンズで活躍した。彼は NFL のシーズンラッシング記録。 通算ラッシング記録を樹立している。2002年にスポーティングニュースによって100人の偉大なプロフットボール選手が選出された時最も偉大な選手に選ばれている。父親はプロボクサーであった。8歳の時にニューヨーク州マンハセットに移った。地元の高校に進学した彼はアメリカンフットボール、ラクロス、野球、バスケットボール、陸上競技を行った。 アメリカンフットボールでは1回あたり14.9ヤードを走り、バスケットボールでは1試合平均38点というロングアイランドの高校記録を作った。この記録は後にカール・やストレムスキーによって破られた。野球では投手を務めてノーヒットノーランを2度達成している。シラキューズ大学に進学し2年時、ラン獲得ヤードはチーム2番目となった。 三年時には666ヤード、平均5.2ヤードを走った。四年時には986ヤード、平均6.2ヤードを走り14タッチダウンを上げた。ハイズマン賞の投票で彼は5位となった。コルゲート大学戦では197ヤードを走り6、タッチダウンを上げるとともにエクストラポイントも7本、決めて43得点上げチームは61から7で勝利した。また、 大学時代にも彼はバスケットボールを1シーズンプレーし、平均14得点。陸上競技では全米の大会で10種競技猛位となった。ラクロスでは全米ナンバー1の選手と評価された。1957年のテキサス・クリスチャン大学とのコットンボールでも132ヤードを走り3、タッチダウンを上げて、エクストラポイントを3回成功させたが1回ロック。 され試合には27から28で敗れた。バスケットボールでは2年時にチーム2番目の平均15得点、3年時には11.3得点を上げた。ラクロスでは3年時にオールアメリカンのセカンドチームに選出され、4年時には10試合で全米2となる43ゴールを上げて、オールアメリカンのファーストチームに選ばれた。1957年の NFL ドラフト1巡目。 全体6位でクリーブランドブラウンズに指名されて入団した。この年の NBA ドラフトで彼はシラキューズナショナルズからも指名されていた。この年彼は1試合で237ヤードを走るという新人ラッシング記録を作り、その記録は40年後にシンシナキベンガルズのコーリー・ディロンが246ヤードを走るまで更新されなかった。 2年目の1958年には1527ヤードを走り、この年、リーグ2位の選手は791ヤードしか走っておらず、大差をつけてのリーディングラッシャーであった。1961年11月19日の試合ではランで225ヤード、レシーブで50ヤード以上を獲得したが、同一試合でこの記録を達成したのは、 その後2012年のジャマール・チャールズまで待つこととなった。1963年には1シーズンの NFL、ラッシング記録となる1863ヤードを走った。また通算ラン獲得12,312 12ヤード、通算106ラッシングタッチダウン、通算126タ,12タッチダウン、通算オールパーパスヤード15,549、はいずれも当時の NFL 記録となった。 また最初に100ラッシングタッチダウンを上げた選手でもある。1978年以降 NFL はシーズン16試合となったが彼の現役最初の4年間はシーズン12試合、その後5年間も14試合であった。100タッチダウン目は93試合目に上げた。この記録は2006年にラダニアントムリンソンが89試合目で上げて破った。 1958年から1961年、1964年と5シーズンでオールパーパスヤードリーグトップとなった。彼は1試合平均100ヤード以上を達成している唯一の選手にもなっている。レシーバーとしても優れ262回のレシーブで2499ヤードを獲得20タッチダウンを上げた。また、キャリア9年間てでプロボルに選出され、 現役最後の試合となったプロボールでは3タッチダウンを挙げた。数々の記録を残して29歳で現役を引退した。最後のシーズンもリーグ2位のラッシング記録を残した。1963年に記録した1863ヤードは現在もクリーブランドブラウンズ記録となっている。これは NFL32 チームのチーム記録中最古のものとなっている。 現役引退後は映画俳優となった。1964年に映画リオコンチョスで俳優としてデビューした。彼は1967年の映画特攻大作戦の映画中で自身の引退表明のシーンを演じた。1969年の百長のライフルではバートレーノルズ、ラクエル・ウェルチと共演した。ウェルチは2002年にスパイクリー監督のにも出演している。 1974年の、1975年のなど、いくつもの作品で同じ、元 NFL 選手のフレッド・ウィリアムソンと共演している。1998年のスモール・ソルジャーズでは、声優として出演した。1987年には、バトルランナーに出演。エニー・ギブン・サンデーでは、アメリカンフットボールのコーチを演じた。TV ドラマでは、ナイトライダーの3シーズン。 1> 第1話目エピソード、強敵。赤い殺人カーに凶悪脱獄犯、CJ ジャクソン役で登場している。引退から17年後の1983年に、彼の生涯記録を破ることが期待された、ピッツバーグスティーラーズのフランコ・ハリスのプレイスタイルに、対して、自分のように1ヤードでも多く獲得しようとタックルに、向かっていくスタイルと異なりすぐにアウトオブ・バーンズに、 逃げたがると批判を浴びせた。1984年10月7日、シカゴベアーズのウォルター・ペイトンによって、彼の通算ラッシング記録更新された。一方、ハリスは1984年に、シアトル・シー・ホークスに移籍し8試合に出場したが、ブラウンの記録更新には及ばなかった。その後、スティーラーズでプレーしたゼロ・オム・ベティス、プレイスタイルは、ブラウンと似ていたが、ブラウンの記録を超えている。 1989年に彼の自助伝アウト・オブ・バウンズがゼブラブックスから発行された。1993年にはユフックの解説者に起用されペーパービューの最初の6シリーズを担当した。2008年に彼はソニーと EA スポーツに対してビデオゲームのマッテン・ NFL で彼の肖像権を無許可で使用されたと訴訟を起こした。2002年に アルラーナーブラウンズオーナーが死去した後、後を継いだランディーラーナーの経営スタイルを否定している。2010年、クリーブランドブラウンズのエクゼクティブアドバイザーを解任されたが、ラーナーオーナー一族と、わだかまりはないことを明かしている。1971年に彼は、プロフットボール伝道入りを果たした。また、大学時代の活躍から、カレッジフットボール伝道入り、 ダクロス連動入りも果たした。彼は NFL で118試合に出場し、1試合平均104.3ヤードを獲得、平均5.2ヤードを稼いだ。1試合平均100ヤードを稼いだ。ランニングバックは他におらず。例えば、ウォルタペイトンは1試合平均88度、平均4.4ヤード、エミット・スミスは1試合平均81.2ヤード、平均4.2ヤードであった。 歴代ベスト10のラッシャーのうち、彼に最も数字が近いのは、バリー・サンダースであり1試合平均99.8ヤード、平均5.0ヤードを走った。なお、サンダースの父親はブラウンを私が見たベストのランナーだと言っている。彼の背番号32は、クリーブランド・ブラウンズの永久欠番となっている。1972年からは、全米で最も貧しい地区である。 ミシシッピ州マーシャル軍へのチャリティを行うようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。